阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。まずはバファローズの先発田嶋が京セラドームのマウンドに上がります。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。真ん中打ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。流しました。これはサードの左、抜けました。二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。さあバファローズ先制のピンチです。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の田嶋、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球打ち、この打球はフライになっています。頓宮が掴んでツーアウト。まあ初球から打ち上げてくれて助かりましたね。まあまだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには4番の外が入っています。やはり安易にストライクから入れませんよね、ピンチですからね。ああやはりそうですか。このストレートは外れています。さあ3球目は何か。ファウルになります。打ちました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。紅林が掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります。1回の裏、これからバファローズの攻撃が始まります。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。マリーンズマウンドに上がるのは先発のメルセデス。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは福田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球。初球狙って空振りです。2球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。オフか。抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている西野。メルセデスまずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。初球わずかに外れてボール。打ちました。ショート取った。アウト。2アウト。打順は3番中川。2アウトランナーありません。この
この回のバファローズ打線ですが、4球で2アウトになっています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。低め見送っています。いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。切れました、ファウルボール。くれぐれもご注意ください。真ん中打ちました。このフライは切れました、ファウルボールです。ご注意ください。外れてボール。これはスタンドへ入る。切れました、ファールボール。ボールになります。スリーボールツーストライクです。さあ、これで決まるのか。打ちました。一塁送球、ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウト、ランナー一塁。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから、ランナーはやりにくいでしょうね。ああ、そうですね。初球空振りです。スライダー外れます。次が3球目。キャッチャー2塁送球する。セーフ、盗塁成功。インサイド落ちました。これはどうだ。ボールを拾って1塁アウト、3アウトです。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回になります。マリーンズの攻撃。バッターボックスには5番角中。バファローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ、里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあ、バッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあ、ここからどう抑えていくかも注目です。次が2球目。外へのカーブ外れました。ボール先行です。3球目は何で来るか。切れていきます、ファウル。さあ、4球目は何か。引っ張った、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。打席には6番バッター佐藤。まずはワンアウトを取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。この低いボールは外れます。ボール先行です。低めはボール。ストライクが入りません。
頓宮。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている安田。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは田島、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。初球は何で来るか。初球ボール。2球目は何で来るか。打ちました。切れました。ファールボールです。低め空振り、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました。これはどう、破りました。センター前。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは8番。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか。初球空振りです。落ちるボール、空振りになります。あっという間に2ストライクです。チェンジアップ外れました。インコース詰まりました。ここはフライになっています。西野が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ2回裏に入ります。バファローズの攻撃、5番バッター紅林。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。最初は変化球できました。ファウルになります。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。アウト、ワンアウト。打順は6番西川。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、この打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは7番に入っている頓宮。ツーアウトになっています。この回のバファローズ打線ですが早くもツーアウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。緩いボール決まりました。これは低いところに持ってきました。アウトコースのチェンジアップ、切れていきます。ファウル。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですがいかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。空振りになります。いいボールですね。キレのある変化球、際どいところに真ん中打ちます。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウト。さあ一塁には先制のランナー、バッターは岡。そうですね、バントかヒッティングかわからないときには牽制球を挟んで様子見たいですね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。
里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど、送ります。田島、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。初球は何から入ってくるか。初球打ち、掴んでツーアウトです。さあ、そしてバッターボックスには高部が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。外へのスライダー、ここは見極めています。二塁牽制、二塁セーフ。次が4球目、低め外れています。これで3ボール。もう1球牽制球、二塁はセーフ。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。いいまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。フルカウントです。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。先制のチャンスがあったマリン。3回の裏に入ります。バファローズの攻撃。8番バッター宗。バファローズ0対0で迎える3回の攻撃です。初球空振りです。まあ、今のはよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。この高めは外れます。ここもファウルです。低め外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。取った。アウト。ワンアウトです。バッターは9番に入っている若月。まずはワンアウトを取っています。初球見送っています。スピードボールを持っています。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。膝元をつきましたが外れました。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。低めボール。ボール先行です。バッター見送りました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インサイド弾き返した打球はレフトへ。角中が抑えて3アウトチェンジです。この回、これから4回マリーンズの攻撃です。バッターボックス外。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。バファローズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ、小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。まず先頭バッターはしっかり抑えたいところですね。そうですよね。外低めのボール、3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには5番角中。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。惜しいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。インロー見送っています。4球目は何で来るか。ファウルになります。2ボール2ストライクです。低め見送っています。フルカウントです。打ちました。高いバウンド、サード取った。これはサードのエラーです。ワンアウトランナー二塁となりました。この場面で痛いエラーとなってしまいました。これは厳しいですね。初球バットが回ります。外れましたか。いい
ボールでしたけどね。三遊間内野安打バファローズ。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですね。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。ああそうですか。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、先制のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、マリーンズ先に点を取りました。1対0バファローズ、なおも二塁一塁のピンチ。さあピンチは続いています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。落ちる球を見極めました。ファウルです。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリード。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ライト前ヒット、これで3連打。ここで点は取られたくないですね。さあこの場面で打席には9番の小川が入っています。これは見送ってボール。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。キレがありますよね。そうですか。低めいいところに持ってきましたが外れます。満塁でフルカウントとなりました。うちのボール打っていった、高い打球掴んでアウト。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあここで反されると厳しくなるんでね、ここでしっかり止めておきたいですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには1番の岡が入っています。これが3球目。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回マリ、これから4回の裏バファローズのバッターは2番西野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズ1点ビハインドで迎える4回、高め打ちました、大きな打球になった、これはどうか、センター左へのヒット、打ったバッターセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは3塁まで進みました。さあそして打席には中川が入ります。まあバファローズとしてはここで得点して試合の流れをつかみたいですよね。さあどうだ、ファウルボールです。高め内への変化球、ここはあっという間に追い込んでいます。落としてきましたがこれは外れます。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。さあまず1球目、まずは簡単にストライクが来ました。力のあるまっすぐですね。はい、ストレート空振りです。変化球打った、左に切れてファウル、内のボール打った、打球はスタンドに入ります。5球目は何で来るか、セカンド取ってアウト、2アウトランナー3塁とかあります。さあそしてバッターボックスには紅林が入っています。さあ2アウトながらチャンスはまだ続きます。初球打ち、ショートの右、一塁送球、一塁アウトで3アウト、同点のチャンス。里崎さん、援護を待つためにもこの得点差を維持しておきたいところですよね。まあそうですね、このイニングはしっかり抑えて反撃を待ちたいですよね。はい、しっかりとした流れを作りたいところです。さあ3球目は何か、打ちました、ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。ピッチャーの状態で打席には3番バッター高部、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。本田、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、ファールゾーン切れそうです。わずかに左に切れました、ファールボール。内へ低めに変化しました。外れましたけどいいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ここはフライになっています。西川が掴んで2アウト、バッターは4番ソト、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトになっています。インコースボール、アウトコース見送っています。
外れましたか。いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。切れました、ファールボール。三振を取りました。3アウトチェンジ。この回これから5回の裏、追いかけるバファローズの攻撃。バッターボックス西川、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。バファローズ1点ビハインドで迎える5回の攻撃です。うん、今のはよく我慢しましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。まっすぐですね。外のストレート、空振り。力のあるボールでした。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。この球は外れています。これが5球目。外への変化球は決まりません。3ボール2ストライク。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー1塁です。打ちました。取った。一塁へ。アウト、ワンアウト。さあ、そして打席には宗が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏には同点のランナーを置いています。もう追いつければ戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですよね。最初から丁寧に攻めていきます。これが2球目。ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。落としてきましたが、これは外れます。外のボール打った。これは上がりすぎ。ここは打ち上げています。掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。いいコースですが外れています。二塁ランナーを気にし、タッチもセーフ。打ち上げた。高く上がった。ここはフライになっています。掴んで3アウト。追いつくことはできませんでした。これから6回、マリーンズの5番バッター角中、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。バファローズ1点ビハインドで迎える6回です。さあ、2球目は何か。切れていきます。ファウル。2ストライクです。ボールになります。さあ、勝負してくるのか。ボールになります。変化球で空振りを取ります。まず1つは、これが1球目。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。次が2球目。低めに外れてボール。低めの際どいところですが外れています。インハイ決まります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。これもファウル。見逃して三振です。バッターボックス安田、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやー、痛いタイムリーでしたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあ、ここはやり返すことができるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。この高めは外れます。ボールになります。このフライは切れそう。切りました。ファールボールです。
打ちました。これはどうだ、三遊間抜ける。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターボックス、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。スライダー外れます。ボール先行です。アウトコース外れます。ストライクが入りません。外のボール、3ボール1ストライクです。さあ5球目は何か、打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、いい当たり。これはどう、センターに抜ける。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁1塁。これが初球、いい当たり、切れました。ファウル、フェアならば貴重な追加点というところでした。打ち上げました。この打球はフライになっています。掴んで3アウト、追加点は与えませんでした。ランナー出ましたが、6回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。福田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。バファローズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。ボールになります。これが4球目、これはバット出ず三振です。ワンアウトです。打席には2番バッター西野、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。このバッターは出さないように気をつけたいですね。うるさいランナーになりますからね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。インコース詰まりました。バッターボックスには3番中川、今日は盗塁を1つ成功させています。ツーアウトになっています。小さく変化させました。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。ボールですか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。次が3球目、アウトコース打ちました。小川、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了1対0、マリーンズが1点をリードしています。小宮山さん、僅差での勝負となってますんで、この回で1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。そうですね、もうこれ以上点を取られると致命的になりますんでね、なんとかしないといけないと思いますね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。これが2球目、インコース変化球決まりません。ボール先行です。アウトコース見送ってストライクです。ここは156キロを計測しています。
スライダー外れます。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。またファウル。ボールカウントはフルカウントです。見逃し三振。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者のポランコ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ルイス、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、わずかに左に切れました。ファールボール。アウトロー外れます。3球目は何で来るか。内へ低めに変化しました。さあ4球目は何か。胸元をつきましたが外れました。外を狙っていきました。スリーボールツーストライクです。まあおそらくバッターも手を出してきますから、ボールになることを恐れずに思い切って投げてほしいですよね。打ちました。流しました。これはどうだ。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。初球空振りです。外れてボール。アウトローを見送ってボール。次が4球目。外を狙っていきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。空振り三振。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。これが3球目。これはバットが泳ぎます。牽制セーフ。ファウルになります。2ボール2ストライクです。切りました。ファールボールです。これはバット出ず三振です。三振を奪ってピンチを脱しました。7回の裏、バッターは森。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。バファローズ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。外れてますか。はい、ストレートわずかに外れてボール。切れていきます。ファウル。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは5番、紅林。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。初球空振りです。2球目打ちました。この打球はフライになっています。小川が掴んで2アウト。バッターは6番、西川。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。真ん中
打ちました。この打球はファウルグラウンドへ切れていきます。ファウル。誘ったんですけどね、振りませんね。振ってきません。外れています。外への変化球外れました。この低いボールは外れます。打ちました。これはサードライナー。8回まで来ました。マリーンズの攻撃。バッターボックス角中、今日はまだ当たりがありません。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズ1点ビハインドで迎える8回です。試合は終盤1点の攻防となりました。勝負どころですからね。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくるのか見極めが重要ですよ。この後も集中力が必要です。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッター佐藤。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ルイス、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。ショート前に来る。紅林アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは7番安田。今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいけませんよね。はい。勢いを止めることはできるでしょうか。ツーアウトランナーありません。自由自在のピッチングを見せます。切れていきます。ファウル。これは低いところに持ってきました。流しました。これはどうか。一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。この8回の裏、頓宮がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。外れました。ボールです。ボール先行です。入りました。インコースボール。ファウルになります。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。頓宮ヒットが出ます。ノーアウト。さあ初球は何か。外から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。バントしました。あっとフライになった。一塁アウト。送りバント成功。ファウルです。ワンストライクです。センターへ。ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット。若月。これが宮山さん、この場面スクイズはどうでしょう。そうですね、あるかもしれませんから警戒は必要ですね。なるほど。さあどう来るか。低めいいところに持ってきましたが外れます。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうですか。打ち上げた。この打球は落ちそうだ。レフトの前に落ちた。バックホームする。サードランナーホームイン。バファローズ同点。1対1。振り出しに戻りました。2番バッター西野。バファローズこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。レフトへ。これは上がりすぎたか。ここは打ち上げています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー2塁1塁と変わっています。つなげなかったですね。初球ストライク。変化球にバットが空を切ります。ここはあっという間に追い込んでいます。外のボール打っていった。切りました。ファウルボール。4球目は何で来るか。今のはよく我慢しましたよね。はい。変化球わずかに外れてボール。ストレート打った。抜けた。
ち越し、センター前ヒット、これでマルチヒット、ちゃんとつながったんでここが大事ですね。いいコースですが外れています。低め外れています。外の低め見極めます。押し出しでの逆転は避けたい場面。空振り、外角低めしっかりと制球していきます。内のボール打っていった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、勝ち越しのチャンスものにはできません。9回、1点もやらない場面での登板となりました。里崎さん、こういった展開ですとキャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですが、いかがですか？この展開でプレッシャーかかってるようじゃダメですよね。そうですね、そのあたりさすがプロという感じですね。力のあるまっすぐですね。はい、外のストレートがストライク、156キロ、打ちました、痛烈、破りました、センター前、これで3安打猛打賞。さあこの終盤にノーアウトでの勝ち越しのランナーを許しています。バッターボックスには小川、ファーストランナースタート、アウト、盗塁失敗、俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました、打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。さあ3球目は何か、打ちました、高いバウンド、セカンド取った、アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります、バッター岡、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。あー、いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。小宮山さん、サヨナラの可能性もありますが、ここは慎重に行きたいところだと思うんですが、どうですかね、中途半端に来るもん、ライトへ、この打球はフライになっています。ライトフライ掴んでアウト。打順は6番西川、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、ライナー性のいい当たりでしたね。調子は悪くないはずなんで思い切っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。インコース、打ち上げました、高い打球になった、抑えてツーアウト。打席には7番バッター頓宮、まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。ボールですか、膝元変化球がわずかに外れています。ライトへ、ここは打ち上げています。ライトフライ抑えてスリーアウト。ゲームは延長戦に入ります。マリーンズの攻撃、バッターは DH ポランコ、先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズ同点でこの回を迎えています。里崎さん、まあこの展開ですからバッテリーには相当なプレッシャーがかかってきますよね。まあここは我慢比べですよね。バッテリーはこの状況でどう組み立てていくのかをしっかり考えてほしいですよね。なるほど、打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。3番バッター高部、今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。町田、まずは先頭バッターを打ち取っています。低めの際どいところですが外れています。ストライクが入りません。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。掴んでツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。この球は外れています、ボール先行です。外れましたか、いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。ストライクが入りません。打ちました、ファーストゴロ、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウト、チェンジです。延長戦は10回の裏に入ります。バファローズの攻撃、
打席には8番バッター宗。バファローズ同点でこの回を迎えています。外れてますか。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。ボール先行です。内のボール打った。ここはフライになっています。ライトフライ抑えてアウト。ピッチャーの上バッターは9番若月。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。低め、ここは150キロを超えてきます。低めの球手を出しました。ワンボールツーストライクです。打った、ショートの右、一塁へ、一塁アウト。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。いや痛かったですね。はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この高めは外れます。このフライは切れそう。スタンドファウルボール。打ち上げた、高い打球掴んでスリーアウト。ゲームは11回に入ります。マリーンズの攻撃、バッターは5番角中。今日はまだ当たりがありません。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。これが4球目。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには6番佐藤。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。町田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めはボール。バットは動きません。よく見ています。ボールになります。次が5球目。打ちました。宗、一塁へ。ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。次が3球目。低めの球、ワンボールツーストライクです。誘ったんですけど見極められましたね。振ってきません。インコース詰まりました。ここはフライになっています。11回の裏バファローズの攻撃、2番バッター西野。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。バファローズ同点でこの回を迎えています。外の球打った、セカンドの右掴んだ、一塁アウト。現在のピッバッターボックスは3番中川。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。インコース空振り、3球目は何で来るか。ボールになります。低めの球ストライク、2ボール2ストライクです。よく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが低め打った、高いバウンドになった。一塁送球、一塁アウト。バッターボックスには指名打者の森。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。初球甘いコース、バットが出ませんでした。低いところへ決めてきました。ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。打順は8番、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。
アウトコース外れます。さあ4球目は何か。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました。センターに上がった。追いかけますが頭を越えました。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。これで4打席連続のヒット。バッターボックスには代打の大下。里崎さん、重要な場面となりましたね。まあそうですね、相手ベンチもカードを切ってきているわけですから、ここを抑えるかどうか重要ですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低めのボール打った。この当たりはどうか。落ちた。ヒットになる。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁まで進みました。マリーンズ勝ち越しました。2対1になりました。バファローズさらにピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには岡が入っています。さあなおもピンチが続きます。この流れで追加点を送ってきた。あーっと上げてしまった。決めることはできませんでした。ファウルボールです。ノーボールワンストライクです。外のボール打った。これは外野へ。セカンドランナータッチアップ。ツーアウトランナー三塁と変わります。バッターボックス高部。バファローズこの回1点を失っています。さあ勝ち越し打ち上げました。高く上がった。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。12回の裏マリーンズに選手の交代がありました。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。打席には5番バッター紅林。今日はまだ当たりがありません。バファローズ1点ビハインドでの攻撃です。スライダーです。だいぶボールとバットが離れていました。あっという間に2ストライクです。見逃し三振。ワンアウトです。6番バッター西川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。増田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めに外れてボール。ボール先行です。アウトコース決まってストライク。打ちました。切りました。ファールボールです。変化球空振り。ツーアウトになって、初球空振りです。内へのボール外れました。スライダー外れます。いいまっすぐですね。はい、低めストレート空振りでストライク。